ハローアースノイド、水星の魔女に来てザービジュアル公開に対するネットの反応をお送りするよ。前を見据えながらスレッタに手を差し伸べてるのが本当にミオリネらしいというか、一気はあんな終わり方だったけど、この二人は大丈夫そうだなって安心感がある。すごいな、キービジュアルはあると思ってたけど、テザービジュアルまであるんだ。一気はスレッタ一人だったのがミオリネと二人になってる。マジでスレッタミオリネ頑張ってほしい。スレッタとエアリアルの体の向きが入れ替わってるんだな。ミオリネとエアリアルの体勢が重なってるんだな。これはミオリネとエアリアルの共闘展開あるか。エアリアルとミオリネの見てる方向が同じ。てかこれだとミオリネがエアリアルのパイロットに見えるな。ミオミオが短期間で凄腕でパイロットになったりしたら、水星でエアリアルと二人ぼっちの救助活動で技術を得てきたスレッタの人生は何だったんですか。ってなるから嫌です。ミオミオのスタイルすげえ、めっちゃ綺麗。ミオリネさん足太いよ、不定って。セセリアに殴られてこい、キービュで御三家も出てこないかな。3月にキービュを出すのかな。ミオリネやっぱりかっこいいわ、活躍に期待。スレッタも成長するだろうし楽しみ。スレッタを直接見ないで、前を見て手を出すのがミオリネらしくて好き。前知識なしでこの絵見て、スレッタが主人公だと思う人ほぼいないよな。マジでミオリネ主人公に対する強化人間ヒロインポジになっちゃうんだろうか。洗脳かっこ強化人間のまま成長して最終決戦行ってもいいのよ。女主人公にしかこんなベタ座りさせられないよな、とは思う。背中でかばわれて座り込んでるのが主人公とは思わんよね。スレッタはどういう表情なんだこれ。魂抜けたような顔してるスレッタがエロい。正直言うと曇ったスレッタを見たい。そして這い上がってくれ。ミオミオかっこいい。エアリアルとミオリネがスレッタをかばおうと守ろうとしているようにも見えるね。スレッタは状況を把握できていないような表情だけど、二人の視線が全然違うというか、スレッタちゃんがどこ見てんのって感じなのが微妙に怖いけど大丈夫だよな。これどっちかというと不穏な感じするけど、スレッタとミオリネ視線交わってないしな。スレッタの手も握られてるし、もしかしたら別々の道を行ったりするのかな。スレッタは私の方を向いているのよ。暗い方向いてるからスレッタ過激派になったミオリネが闇落ちかって思ったけど、闇落ちに必要とされる腕っぷしの強さがねえわ。まあ同じくスレッタ過激派のエアリアルに全部やってもらえばいいだけの話だが、ミオリネがドミニコスを動かして魔女狩りに動いても驚かない。ニクール目もそのまま、ミオリネさんが引っ張る関係なのかな。ミオリネからスレッタへの意識は変わらずあると見てよいが、スレッタがその手を取るかは不明。どう歩むべきか自立を表してるのかもしれん。しかしそうなるとミオリネどんだけスレッタ好きなんだよって話に。ふくふく聞いてスレッタの物語を期待して見始めた身としてはどうも不安が。これはダブル主人公やな。正直スレッタにはちゃんとした主人公像を期待してたから。うん、もともと水星はスレッタとミオリネの物語と大河内さんは言ってますが、設定の相関図にミオリネ主人公って書かれてたよね。スレッタとミオリネの物語をカップリング的な意味で撮ってた人多かったから、やっぱダブル主人公かって感じはわかる。一気では正面から光が当たってたのが逆光になってる。これは希望持てそうな気がする。1クールがあんな終わり方だったから不安だったけど、このビジュアル見たらちょっと安心した。しかしこう見るとミオリネとエアリアルがスレッタを守ってるように見えるな。ごめん、ミオリネとスレッタが推しだから、すげえかっこよくてめっちゃ嬉しい。ワンクール目と主人公とヒロインが入れ替わった感じ。ワンクールの内容を知らない初見はミオリネがパイロットでスレッタがヒロインと思いそう。ミオリネさんモビルスーツ操縦技術手に入れて欠点なくなっちゃうんですか。さすがに一昼夜でどうにかなるレベルじゃないよ。鍛えてもモブくらいの強さだと思う。策撃的にも戦うキャラじゃない。あれそうだから核にはあえて言及しないが、とりあえず発言にはなる気がする。ミオリネさんの気高い美しさが出てて家だ。これはミオリネさん主人公ですわ。スレッタを引っ張っていくミオリネさんっていうのがよりはっきりした感じだね。エアリアルとミオリネがスレッタをかばってるようにも見えない。これかばってるにしてはスレッタが前出すぎかな。純真無垢なタヌキをかばうミオリネか。
制服着てるから舞台は学校のままだな。天井があるからフロントない？背景から見て学校なんだろうけど地面がガラクタ、というか壊れた建物感あるし学校戦場になるのかな。学園かっこ暫定がズタボロなのと、ミオリネとエアリアルが同じ方向を向いているのがいいね。エアリアルくん案外ママに逆らっちゃうパターンかも。この瓦礫の山が学園だとすると、セセロウとかフェルペトが心配だよ。たくさん死人出そうで辛い。学園に攻め込んでくるパターンか。今からでもエヴァのエアーを見て日常のモブや、メインキャラたちが無残に死んでいく様に慣れておくんだ。スレミオの周りにあるのモビルスーツの残骸。これでミトレーナーの足だよね。仮初めの平和が続くと思えないからね。実際は学園ですら平和でもなんでもなかったし。スレッタはホルダー制服着てるし、2期でも学園内では負けなしか。ミオリネがヒール取ったとこが覚悟決めててかっこいい。足場不安定そうだからヒールじゃなくてブーツなのがいいよね。ヒールだったら転びそう。ヒールは虚勢を表してたのかもしれない。本当だ、ミオリネの靴がヒールからブーツになってる。デザイン自体は同じっぽいから単純にミスの可能性もあるけど。これはミオリネが最後まで強くてスレッタが、私は死なないしそうですね。ここまで行くには二人とも、メンタルが並すぎる。ミオミオのポーズがこれに見えた。しかし改めてこの角度から見ると本当にエアリアルは、実戦用の兵器に変貌したんだなって寂しくなる。最後には医療の象徴になってくれるといいな。意外とエアリアルはラスボス落ちしないのかな。エアリアルが特別なのはクワイエットゼロ関連だから、そこら辺のデータぶっこ抜いたら、エアリアルくん用済みになる可能性はあるよね。スレッタが見てる先はミオリネなのか、それとも同じ方向を見ているのか。諦めない強さをくれるあなただから、抱きしめたいって感じのテザービジュアル。マジでこれにクールはミオリネ主人公でスタートかもね。スレッタとミオリネの物語って言われてるぐらいだし。なんなら一期後半からすでにそうだと思う。でもなんかスレッタとミオリネの和解、終盤まで引っ張りそうな気がするな。このテザービジュアル見てると。エアリアルラスボス化すると思ったけど、テザービジュアル見てると最後まで主人公気なような気がしてきた。スレッタの足元血みたいに見えるな。スレッタの方を見ないで手を差し伸べてるから、この手を取るか取らないか、自分で決めろって感じなのかなって思った。ミオリネが嫌いなわけじゃないけど、ガンダム乗らないのにガンダムの主人公貼られてもって感じ。でもエアリアルの無機的に乗らせるのかな。最終的にスレッタがちゃんと主人公やるから安心したまえ。自立は自分で立つから自立なんだよね。ミオリネがきっかけにはなるだろうが、最終的には自分で歩けよ主人公。楽しみすぎる早く4月来い。